はいどうも、アプリブゲームズ編集部のササモンです。今回はエグゾスヒーローズのガチャ動画になります。 FC ゼオンくんのガチャが残り3時間ということで、今回はために貯めまくった1万6000個のゼスを大盤振る舞いして、出るまでガチャを引いていこうかなと思います。ちなみに今ゼスが230連分しかないので、出なかった場合は魔法のカードを使う予定です。どのゲームでもガチャ運がないと定評のある私ですが、果たしてどうなるのか。では早速引いていきましょう。神引きお願いします。お願いします。さあ最初の10連目ですね。今回だけガチャ演出は全て見て、で残りはスキップしていこうかなと思います。お、いきなり金扉、いいんじゃないですか。どこかで見たことのある演出。来るかな。まずは最初の1体目。ティムールさん、これはよく見かけるやつですね。はい、次はお願いします。ロスザー精鋭槍兵、これなかなか可愛いお姉さんですね。じゃあ早速サクサク進めていきましょう。さあお次は、これはまたコメントに困る。はい、次いきます。はい、星音が出てくれればそれはそれで嬉しいんですけど、できれば大好きなヤオちゃんが来てくれるともう最高ですね。なんかノースボン精鋭狙撃兵、これ敵でよく出てきて結構厄介なやつだったような気がします。はい、次、お、オシオンアレクセイ、ちょうどこれストーリーのボスで出てきて倒したところなんですよね。こいつがなかなか硬くて強かったですね。はい、次、これはなかなか個性的な外見をしてらっしゃる、ちょうど編集部のパイセンに似てるかな。はい、では次です。このさっき見たやつですね、なかなか引きが、あまりよろしくないような流れを感じますよ。はい、次、はい、ノルーブ精鋭魔法兵、次行きましょう。お姉さんが来ました。お姉さん評価は、はい、すいません今のはなかったということで、これがそろそろ最後ですかね。金が4、当然の結果だったというだけ。フェリスさん、いいですね。 この方は盾なんですね。スキルが5、敵全体に気絶、敵一体に気絶、これ結構スキル自体は強いんじゃないですかね。ということで最初の11連こんな感じでした。星5は出なかったんですけど、星4が2体出てるので、まあまあ悪くないんじゃないでしょうか。では次行ってみます。では今回は演出スキップして、
10個すると星4以上だけになるのでサクサクと進まないでほしいんですが、おそらく進んでいくのでは。スカーレットさん、火属性ですね。 このゲームは評価が見れるのが結構いいんですよね。意外と星4でも強いっていう書いてくれてる方がいるので、美人は正義間違いないですね。はい、では次に、はい、星4。世界はまだ。お、キベレーさん、ストーリーでめちゃくちゃお世話になりました。全体攻撃強いですよね。お、また来ました。これはなかなかいい流れが来てるんじゃないでしょうか。はい、星4。雪山の上で。お、またアレクセイさん、負けない。お、またですね。そろそろ光ってほしいんですが、なかなか。お、レジャーちゃん、レジャーちゃん初ゲットかな。回復、こっちも回復ですね。でも必要マナが5なのでちょっと。お、初参りで、あ、実は自分はガチャを引いていなくて、受け取りボタンを押して報酬を取ってくださいということで、では次の11連に行きます。そろそろ来てほしいかな。スキップ。22連で0体。はい、お前の弱さが見られ。ネロさん、面白い戦闘だった。お、後列全体と敵一体。はい、次出ないですね。皆さん、お、お疲れ様でした。これは確か編集部の人が使ってるって言ってた。闇いいですね。闇が今リッピーちゃんしかいないんですよ。リッピーちゃん強いんですけど、1体だけだとなかなかストーリーを進めるのも難しくなってきたりするので、闇属性は嬉しいです。ということで次です。はい、星4。雪山の上で。はい、アレクセイさんまた来ました。はい、ということで次の11連はこんな感じです。これ流れがちょっとよろしくないので、そろそろ、このままだと完全に飯馬動画になってしまいますよ。お願いしますよ。はい、悪党が処罰を受けるのは自明の理。気絶の敵一体。お、まあまあ、はい、では次来ました。これは赤くないのでゼオン君ではない。神に祈る時間を与えよう。持ってるんですよ。いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、持ってるんですよ。強いんですけどね。さっきを取り直して、まだまだだな。ズガさん、お、氷の盾、結構強い。ということでようやく星5が出ましたが、ベルナバスさんかぶっちゃいました。では次の11連に行きます。はい、スキップ。お願いします。はい、ヨムちゃん、ヨムちゃんも初ゲットかな。はい、次、来ましたね。これ流れが来てますよ。お、邪悪な気を感じるわ。タリア、回復キャラ、出発しなきゃ。可愛いですね。これは
ちょうどキベレーさんと同じで攻撃しつつ回復。こっちも攻撃しつつ回復。なかなか強いですね。嬉しいです。この流れでそろそろ赤く光る予感がしてきましたよ。そんなに甘くはなかったです。星織を舐めてもらっては困ります。やばい、このキャラ存在知らなかった。へえ。出血はいいですね。ということで、55連目はタリアちゃんが出ました。流れは悪くないですよ。では次の11連いってみましょう。できれば天井までに100連くらいまでに出てくれるといいんだけど、どうかな。こんぐらい楽勝ですよ。コーギーさん、コーギーさんも敵で出てきた記憶があるような。全体一体貫通、この持続ダメージが守護石破壊できるのが強いから結構使えそうな。はい、では次です。別に、お、スカーレットさん、可愛いお姉さんが来ましたよ。もう見た目通りの火属性、敵全体と敵全体めっちゃ使いやすいです。はい、では次です。シオン、つまらん。出た、グターさん。グターさんは一番最初にゲットした星4だったかな。使ってないです。これでも今評価が高かった。では次の11連いってみます。そろそろコアお願いします。新しいな。ナイスキック。コアだと赤い演出になるらしいんですけど、まだ見たことないんですよね。一回くらい見てみたいな。はい、星4。俺は最強だ。ピットブルさん、豪快な笑い声、評価 2.5。 はい、次星4。オベリアさん、オベリアさん、この見た目に反して防御で強そうなんだけど、そんなに使わないかなっていうのが正直な。使ってますけど。はい、次シオン、デイビッド・ジョンソン船長ですね。これ完全に山賊か海賊か、海賊ですね。はい、次なんか来そうな、ない。勇気は高く買ってあげよう。テレイヤさん、闇ヒーラーか。ヒーラーじゃなかった、バッファーですね。まあいいんじゃないでしょうか。では次の11連お願いします。星4はめっちゃ出てますね。お前の弱さが、はい、ネロさん、どうも。はい、次の星はいくつだ。シオン、あなたのもとに。お、キベレーさん来ました。これ超越要因で使おうかな。あ、2体か。まあまあまあ、次行きましょう。はい、シオン、少しだけ自信がついた気がする。出た、こいつめちゃくちゃ強いんですよね。このスキル1のマナ1で
後列全体めっちゃ使いやすいです。これだと最多あのもう一度行動できるようになるんですよね。ストーリーでかなり抑えられます。はい、次でだ、モニカさん。モニカさんはすごくお気に入りです。もうメインで使ってます。はい、次で、はい、見たか、アダムス。これが俺様の本当の力だ。敵いったよ。完全に単体特化の反撃持ち、悪くないんじゃないですか。見た目が、まあ、悪くはないですが、まあ良くもなく人気はなさそう。つまらん、不完全燃焼。はい、グターさん再び。これは流れが悪い悪い。あ、もうちょっとマイレージが溜まるので星51点もらえますね。やばいぞ、このままだと完全に飯馬展開が待ってますね。ここで 2体出てきてくれれば、ま、おバラカさん最強アタッカーと名高い。次は僕これ暗殺じゃない。いや実はそれなりに面白いな。選択チケットで選んじゃったんだよな。完全に悲しみを抱えてますが、まあ嬉しいです。ゾア赤いのゼオンくん来ちゃいます。ちょうど100連か。俺の騎士たちはどこだ。素晴らしいといえば素晴らしい。どうしようかな。100連、これ明日かな。アナスタシアの FC 来るので今回は100連で終わっとこうと思います。ゼオンくんよかった。結構早かったですね。星5のデモ100連で4体なのでちょうどくらいですね。よかった。まだ終わってないのか。これ奇跡の FC バッソリー来るんじゃないですか、この流れ。はい、これは大したことなかったよ。ヨムちゃん、ヨムちゃんどうも。いや出ましたね、ゼオンくん。めちゃくちゃ嬉しい、そうなんですよ。このゼオンくんがスキルがもうカチカチで PVP でほんと出てくるともうそれだけで無理ゲーに近いような感じになるんですけども、強いな。ということでちょっとキャラの方も見ていこうかな。もっと頑張ろうって気はないのか。ティアジュン。ということで今回出たのはバラカさんとタリアちゃんとデルナバスで、この上を見てもらえば分かる通りめっちゃかぶってます。プラスでゼオンくんいないな。ゼオンくん、これがこの時代のレベルか。ゼオンくん派遣キャラなんで超嬉しい。ということで今回のガチャ動画はこれで終わろうかなと思います。もうちょっと引くかなと思ったんですが意外と早く終わって、残りの石は次回のガチャに回そうと思います。次またガチャ動画近々やるかもしれないのでよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。